皆さんこんにちは、石川亮です。今回のテーマはトラブルからの脱出です。ピンチかなと思ったところをチャンスに変えて、楽しいゴルフにできるように、いくつかの方法を皆さんにこう提供できればなと思ってます。楽しみにしてください。今回撮影に協力してくれたのは紫カントリークラブあやめコース。初心者から上級者まで楽しめる戦略性に富んだ緑あふれる林間コースです。今回石川プロが実践するのは林からの脱出アプローチ。ボールはグリーンまで80ヤードの林の中、ピン方向へは運よく木と木の間を通すスペースがあるが、一つ間違えるとスコアを大きく崩しやすい状況。石川プロはどう脱出していくのか。はい、続いてもまた林の中にいます。ピンまで86ヤード、フロントエッジまで75ヤード、ライはベアグラウンドです。で、前に前方にそうですね、2メートルぐらいの幅があります。で、まあ当然そのカメラから見ても本当こっちの真横はすぐに横にも出せるようなスペースがありますので、一番安全なのはもうここに横に出していくというのが一番、安全になります。ただまあ状況的にボールのラインもベアグラウンドですごいボールが沈んでたりとか木の根っこがあったりするわけでもないので、ここはここの空いている隙間を打っていこうかなと思います。で、こういう時にまあこの左右の木の間を行っても上に上がってしまうとこの木の枝が前方40ヤードのところにあるので、やっぱミスとしては低いミスになるのはしょうがないと、上の高く上がってしまうミスだけは、したくないなっていう状況ですね。で、そうなってくると、まあ、低い球をイメージした時に、まあ、ちょっとこういう転がってる枝とかは取っておきましょう。で、こういうのに当たってこう横に跳ねたりとかしたらもったいないんで、こういうのは取っておいて、で、僕が今9番アイアンを持ってるんですけど、これは人によってですね、球の高さの高低のコントロールのしやすさ、まあ、そしてイメージによって番手は変わってきて全く問題ないので、その9番で打ったら上に当たりそうだなとかっていう方はもう全然もっと、ロフトが立っているクラブを選んでいただいていいです。で、僕がなぜ9番を選ぶかっていうと、9番を普通のロフトではなくて結構ロフト立てて短く持って構えます。で、そうすることによって9番アイアンのロフトでまあだいたい9番から7番とか6番ぐらいのロフトを作るようなクラブが短い分、7番アイアンほど強い球は出ないし、スピン量もちょっと入るので、まあ、その分グリーンをキャッチしやすいかな、距離感が出やすいかなと思って、上の枝に当たらないギリギリのクラブで打っていきます。まあでもちょっとあれですね、手前の花道がかなりちょっと受けてて、手前のラフに落ちると多分グリーンまでは届かないと思うんで、まあグリーンの手前に外してもしょうがないかなという感じで、これ以上トラブルをこう広げないという意味では、グリーン乗ったら 100% もう100点ですけど、手前のラフ、まあ奥のちょっとラフにこぼれても OK という感じで、とにかくひどいミスはしないという感じでマネージメントしていきます。で、僕が林の中でこうやってこう木の間を通すときに一番重要にしているのは、まあ、大体自分のボールから1メートルから2メートルぐらい先のスパッと、もうとにかくここの上を通すっていうことだけを考えてます。で、打ち方とかはそんな考えないですね。その
こう下から上にすくって打つっていうことだけしないで、上から下に入れてしっかりとボールまずコンタクトさせる、少しトップ目でもいいんでしっかりとボールにコンタクトさせるような打ち方を優先して、この枝の真上を通っていくようなイメージで打っていきます。でフェース面もここに向けます。なるべくこのフェースの角度を変えないでここを通していくと。やっぱかなりこれは距離感合わせるのは難しいですね。とにかく方向性だけ重視して左右の木に当てないようにっていうのを意識します。じゃあ打ってみたいと思います。はい、まあ、ちょっと弱かったですけど、まあ、花道までなんとか運べたので、まあ、このショットはしょうがないかなという感じですかね。方向はうまく出せたので最低限のことはできましたし、まあこれは仕方ないと踏んで次のショットのリカバリーにかけたいなという感じですかね。なのでこういう状況ではまずしっかりボールにコンタクトできるようなボールの位置、今、まあ、ちょっと右足の前ぐらいに置いて上から下に打っていくことで、まあ、それと同じぐらい大事なのはここの方向性ですね。やはりスパットをしっかりと決めてそこの上を通す、フェース面をそこに向けてしっかりと、その面を変えずに打っていくということがすごく、大事になってくると思います。次回はそそり立つ林を越えて起死回生のグリーンオンを狙います。お楽しみに。